じゃあちょっとね、あの説明してくれますんで見てもらいましょう。調査団も手を焼いていた大型モンスターがついに姿を現しました。今回のターゲットは正体不明かつ危険な相手で、傷を負ったハンターが次々と帰還しています。早速地図を確認してみましょう。私たちの現在位置がこちら。機関車によると、このモンスターは縄張りを主張し、あちこちに粘液を吹きつけていたとのこと。まずはこちらの場所を目指し、粘液の痕跡を見つけましょう。では目的のモンスターを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。はい、というわけですね、今説明してくれた人物いると思うんですけど、これ実はですね、受付嬢です。今回ので今までの受付嬢ですね、とかですね、拠点とかにいたと思うんですけど、今回このようにですね、クエストに行った時もですね、あのようなキャンプに近くにとかにですね、一緒に来たりとかしてくれます。はい、そうですね、はい、そこでクエストを受けたりとかも実はできるんですけども、はいはい、まあ、そういった流れもまたちょっとおいおいね、出していけたらと思います。はい、はい、シルベムシが痕跡に反応していますね。シルベムシ調べてみましょう。シルベムシっていう言葉が出てきました。はい、こちらですね、シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。はい、はい、あ、ちょっとターゲット以外のモンスターです。無理な狩りは禁物ですよ。見てくださいここは、はい、こういったモンスターもこれターゲットじゃないモンスターですね。はい、ですね、これターゲットじゃないモンスターですけど、なんですけど、こいつね、結構面白い生態持ってまして、すごく食いしん坊なって言ったらいいですか、まあ、モンスターでして、はい、今アプトノスを捕食しちゃいましたね。はい、そして捕食してですね、こいつはですね、実はですね、あるモンスターたち の、ね、ちょっとボス的な存在なんですね。そうですね、はい、はい、ドスジャグラス、ドスジャグラス、はい、で皆さんね、ご存知だったらドスってついたら大体ね、モンスターハンターの中ではそういう役割のモンスターなんですけど、ということはボス的な役割ということは、まあその何ですかね、そう、ね、群れのね、群れの、はい、じゃあ他のモンスターの群れのボス的なということは、今食べたですね、はい、アプトノスをちょっと溶かして、ね、咀嚼して、はい、吐き出して、でその、群れのボスなので、他の小型モンスターたちに与えてるシーンです。クリンガーで発生する音を利用すれば、ちょっとモンスターも引くことができますよ。ね、見つかりたくないので、はい、はい、で、今回ですね、このようにですね、エリアが全てつながっておりますので、もちろんちょっとですね、まあ、例えば逃げ場であったりとか、切り抜く場所、シルベムシが痕跡を追い始めましたっていうところがですね、緑色の光の帯についていきましょう。どのようになっているかといいますと、先ほどの草むらのところに隠れてましたね。あるいは隠れるという行動ができますので、そう隠れてる間っていうのは、モンスターもなかなかプレイヤーを見つけてこないです。そしてシルベムシっていう、緑の光ってるやついるんですけど、この虫がですね、シルベムシといいまして、いわゆるこのプレイヤーのガイド的な存在になっています。シルベムシがターゲットに導いてくれます。このようにですね、今モンスターの痕跡をモンスターと遭遇できる見つけてくださいっていう初め言われたと思うんですけど、じゃあその痕跡どこにあるんだなると思います。その痕跡をですね、場所とかをこのシルベムシは導いてくれます。はい、でそういうのを集めてて、シルベムシにモンスターの痕跡を の匂いを与えるとですね、このようにターゲットのモンスターまで連れて行ってガイドしてくれます。ロックオンカメラを使えば、はい、モンスターを見失わずに済みますよ。これ隠れてます。で今ですね、このままアクション入ってもいいんですけど、ここ狭いんで、ちょっとあるところまでおびき寄せます。これ後で説明しますが、スリンガーを使って音を立てて、その音にこのモンスターアンジャナって言うんですけど、反応してます。それでおびき寄せているとこですね。でここまでおびき寄せたので、ちょっとエリア移動できますかね。はい、気づかせて、ちょっとそうですね、アクションしやすい場所まで連れて誘導したいと思います。はい、したいですね。あれ肉を来ました。肉はね、後々効いてくる可能性があります。シルベムシが隠れてしまいます。あ、こっち、ご注意を。はい、こいつらが食べたらダメなんです。そうですね、攻撃力の高い近接武器です。はい、隙は大きいですが、その分威力は絶大ですよ。ね、このようにですね、受付嬢がいろいろ説明してくれます。僕の方でももちろん今説明してますが、このように受付嬢がちゃんと説明してくれますので、まあ、弾きくるみであのようにひるみを狙ったりとか、そういったものもスリンガーでうまくサポートしながら、まあ、自分の体勢を整えていくっていうようなこともできます。
じゃあここはですね、このフィールドでですね、ちょっとですね、高低差とかも使ってみたいですね。もうちょっとジャンプ攻撃をうまく上げると、ね、大型モンスターに乗ることができますよ。さっき肉を置いたので来ましたね。来ましたね。あの肉に誘われてですね、さっき出てきたモンスターがですね来ちゃいましたが、今度はこのドスジャグラスとアンジャナフとの今度はですねやり合いになっちゃいます。この場合はですね、こういった感じで大型のモンスターとかをこう誘導し合って、まあこうやって鉢合わせさせることで、まあモンスター同士のこう隙を作ったりとか、大きなダメージを与えたりとか、まあそういったこともすごく狙える、作りになってます。もちろんあれ今はあのプレイヤー見てましたけど、攻撃とかすることも可能ですので、ちょっとですね今回はね生態とか見ていただきたい。危ない。これは危ないですね。徳田君、これは本番ですよ。危ないですね。はい、全国流れてますよ。本番ですよ。頑張って。すごいですね、そのモンスターたちらがですね、先ほど言った通りに肉を置いてたらお腹が減ってたら来たりとかですね、いろんな状態でいろんな行動をするので、おっとたまにですね本当に予期せぬことも起こっちゃいます。はい、ちょっと体勢立て直したいですね。まあ、今回はあのいろんなものがこうエリアもシームレスなので、まあ今までみたいにこう回復するっていうこともちょっとあの移動しながらさせて、まあ機会を伺うような感じで、まあアクションを止めずに、まあいろんなことができるような作りになっています。あれ したいね、徳田君。ちょっと待ちましょうか。頑張りましょう。さあ、決められますかね。あ、ここはチャンス。ああ、方向ね。はい。なんだ。あ、移動しましたね。しましたね。これあのマップのですね、あ、左サイマップ出てると思います。こちらあの周りが今白い状態ですね。こちらはモンスターに発見されてない状況です。でされてない状況ではあのシルベムシが出ているんですけど、モンスターにもし発見されたらですね、あのマップの周りが赤くなります。それ発見されている状態なんで、そうなるとシルベムシはですねモンスターに怖がって、自分 あの瓶のところに隠れてしまいますので、ガイドしてくれなくなります。でまたガイドしてもらいたいときはその、モンスターの発見状態というのを解いてもらうと、またガイドしてくれます。これ、今までにもありましたノリアクションになりますが、これちょっと見てください。今、ですね、今回モンスターはですね、ノリ状態の時に嫌がっていろんなところに体をぶつけてハンターを落とそうとします。それをですね、うまくですね、今頭のところとか背中のところとか尻尾のところとかを乗りながらも移動しながらそれを避けていったりとしているところで、で、ある一定条件を満たすとこういうふうにちょっと大技ですね出せまして、これでダウンが取れます。はい、ダウンを取りましたね。先ほど何気にあのツタの罠とかも使ってたと思うんですけど、まあ、ああいうちょっと、木を倒すことでツタ罠が発動して、まあ、それで足を絡められて、まあ、好きになったりとか、まあ、そういった場所もあるので、そういう場所にこううまく誘導していったりっていうのが今回の、まあ、地形を生かした遊びの方になってます。起こりましたね。で、今ですねこのアンジャナフというモンスターは怒り状態になってます。怒ってます。で怒った時のこのアンジャナフの特徴が何かっていうと、どこまでもハンターを追っかけてくるっていう習性を持ってるんですね。で今度はそのハンター徳田はハンター徳田ですか、ね、徳田徳田は、はいはい、あのその習性を生かしてどこまでも今追っかけてくるこいつ、あの怒ってる状態なんで、その習性を生かしてまたちょっと有利な場所まで誘導していって、そこでまたアクションを しようと思ってる、はい、ところですね。これ、はい、こういう壁であっても、はい、モンスターもハンターも登ってきますので、はい、あのこの先とかもある細いところとかもね、はい、追っかけてくると結構ね怖いですよ。ほらほら、かなりしつこく追いかけてきますよね。ある一定の場所まで行きたい。これ先ほど説明した通り左下のマップ見てください。赤いリングになっていると思うんですよ。これあのモンスターに発見されている状態です、うん、でマップですけどあれを少しでかくしたりとかもできます。このようですね、ちょっと広めに見たりとかね、はい、でもちろんマップ全体を開けることもできますので、それは後ほど見せます。こういうあのロープアクションを使ってショートカットしたりとか、まあ、先ほどのあのサビ虫っていうんですけど、まあ、それがあるとああいうフックをかけたりすることもできます。来てますね。来てますね。もうちょっと先に連れて行きたい。さあ、
古代樹のだんだん上の方に、そうですね、どんどんこれかなりあの古代樹の方の上の方にまで上がってきてるんです。あの最初のエリアから見えてた古代樹にそのまま今シームレスで上がってきてる感じですね。もうすぐあの上にたどり着くんですが、はい、たどり着くんですが何が起こるかと言いますと、まあ、ここまでして多分いるか、来たかったのはおっと来ましたね、ベウスですね。モンスターハンター代表的なモンスター、はい、となると今度はこのベウスとアンジャナフとのこのやり合いが始まってしまいます。当然ですね、ベウスこの自分の縄張りに入ってきたアンジャナフに対しては容赦なく攻撃もします。はい、力関係がねこういう感じで見えてくるのがやっぱこのモンスターハンターの面白いところだと思います。さあ、どこさん、ベウスやります、ちょっとやってみましょうかちょっと今くやってみましょうか、ね、ここまでちょっとうまくきたんでレウスやってみたい感じですか。はい、ただですね、ちょっとレウスはそれでもどうですか、なかなか手に余りますか。じゃあですね、どうでしょういきますか、大丈夫、いける、唐突にですね一人、はい、あの呼んでるんですね、あのモンスターハンターワールドのですねメインプログラマーの深澤君、はい、ちょっと出てきてもらえますか。ちょっとこのまま一人でやるのはなかなか無謀なので、はい、ちょっと、助けを呼びたいと思います。今、ね、徳田は今一人でプレイしてきました。でもこのクエストにレウスが出てきてちょっとやばいかもわからないっていう状況になりましたね。ちょっとこれは僕たちも行きますかということで、はい、行きましょう。実はですね今回ですね途中参加できます。なのでここからマルチに切り替えます、はい、よいしょ、落とした、ちょっと待ってくださいね、まだね今準備中、これもうねもうあのマルチになってます。途中参加で僕たちも入ってきてます。ただちょっとですね流しますよ、キャンプで流しましたよ、ね、ごめんね、あのその辺は自分で解説してね今ね俺プレイするから、ね、はい、ですね、この、レウスの巣にはですね、水が溜まっていまして、そのせき止められた、岩をですね今僕が爆弾で壊して、レウスを、滝の下に落としました。でここで大ダメージプラス、隙が大きな隙が取れますのでチャンスになってます、はい、僕ランスしか使えないんでランスいっていいですか、はい、僕はハンマーで今弓の深澤くんが、はい、駆けつけてくれてますね、はい、これもじゃあ、 あの出してもらって大丈夫です。はい、僕ちょっと合流します。これちなみにですねあのランスとハンマーはあの何気に初公開です何気に初公開、はい、何気にこのままもう僕今レウス乗ってますね。ですよ、お、いった、お、レウス乗ってる、ちょっと加勢しておく、はい、徳田が今何使ってるんだろうね。今体験ですね、体験、体験ね、でしょ、深澤君が弓、弓乗ったまま移動してます。ちょっと僕の画面見てもらえますか。はい、これ今ほらシルベムシの方向に行けば良くなってます。状況でそういう状況ですね。そうですね、みんなと合流もこういう感じで素早くできますね、はいはい、レース落ちてますよ。ハンマーは打撃力の高い近接武器です。頭を殴るとめまいを起こすことができます。まだのトムさん、さあレウスみんなでいけるかな。お、じゃあちょっとですねここでみんなでちょっとレウスとやり合うの。おお、乗ってるな、上空で手出しができる、できない、もうすぐ落ちますよ、はい、こっちかな、お、お、お、またこっちか、暴れるな、落ちました、落ちた、昼からスタートしたのがだんだん夕方になってきてると思います。クエスト中も時間変化しています。あ、しかもですね、はい、ちょっと待ってくださいね、これね、やばい、僕ちょっと体力減ってるんですけど回復しますね、は
します。こういう風に歩きながら回復できます。ほんでやばいと思ったらこういうねキャンセルしたりとかもできますんでね。やばかった。危なかった。危なかった。危ない。よいしょ。お肉もこうやって歩きながらもう食べれます。はい。これはどうするんですか。これずっとレースでいいんですか。もうちょっと戦いましょうか、はい、ジャンプ攻撃をうまく当てると大型モンスターに乗ることができますよ。レウス行けるんですか。レウス移動したかなこれちょっと無理かもしれませんねこれね、ちょっかい出したものの強いですね、ちょっかい出したものの、アンジャナフの方にまた変わりましょうか。ちょっとアンジャナフを討伐まで変えたい時は生態マップでは現在の位置や相手先、アンジャナフに対してモンスターなどを確認することができます。どこに行けばいいかな、これは。とキャンプ、一番近いアンジャナフに近いキャンプにファストトラベルしてください。じゃあどこかな。今だと7番。7が近いかな。近いかな。ここでは装備変えますね。ちょっとやばいぞ、これ時間が。しっかり準備していきましょう。ちょっと巻きでやらないとまずいですね。間に合わない感じかな、これは。僕これタチに変えますね。辻本さんと僕でこれはやばいけるのかしら。特ダゲに入ってもらって構わないですよ。ちなみにこれオトマイルもしっかりいますんで、よいしょ、まあ、今回はマルチプレイなんで、ですね、出てませんけれども、ちょっと待ってくださいね。生態マップからキャンプを選択することで、アンジャナフまたかなり移動してますんで、7、8の間のキャンプにファストトラベルした方がいいと思いますよ。しました。してます。さあちょっとスタミナが減ってきた。さあさあ、これでみんなで合流しないといけないですね。こうやって、シルベムシが、離れていても、目的のところまでガイドしてくれますんで、これだけ、まあ、複雑な地形でも迷わず、ですね、たどり着くことができますね。寝てる。寝てる。寝てます。見つけちゃいました。どうしたらいいですか。爆弾使いましょうか。爆弾使いますか。はい。徳田リーダーお願いします。あ、僕今やっとたどり着くところです、はい、ちょっと僕も待って、俺も爆弾置いていいですか。オッケー、はい、じゃあお願いします。まあ、この辺もかなりあのモンハンらしい展開ですね、はい、じゃあ行きますよ。バックしますよ。置いてないけどいい。なんか言ってますけど、はい、してください。ちょっと、はいはい、これでいい、これ大丈夫。あ、もう一個、はい、お願いします。行きますよ。はい、はい、よっしゃ、1個さ割れてないのがある。あ、1個割れてないな。おーおい、あっぶねえ。さあ、ここからどうしますかね。この子移動するかな。移動しますね。移動する、オッケー。このね、移動した先にもですね、ちょっと使えるものがあったりとかします。来た、俺の得意なとこ来たぞ、これ。このエリアにはこう刺激を与えると麻痺するガスを出すカエルというのが生息してますんで、はい、皆さんその近く、おーっとハンマー、それをちょっと、すごい技出ましたね。ハンマー見せましょうか。使いましょうか。刺激しましたよ。出ていったハンマー見せどころ。おお、見せどころ、お、完成が良かったですね。良かったですね。もう僕の役目終わりましたから。辻本さんもこれだけが言いたかったんで、多分。もう一回やりますか、これ。おい、行きますよ。もう一回やりますか。乗った。乗ってる。またガスで通ってます、ね。もう攻めていかないとあれだよね。そうですね、時間がかなりタイトですよ。なんか撃ってるね。あ、これ鉄鋼榴弾ですかね。おお、大暴れ。おっしゃ、うまくゲームを取りましたね。この攻撃を逃さずに見せ場作りましたね。もう満足してるな。満足してますね、かなりね。かなり満足してるでしょ。あとは倒したいね。濡れた表現は失敗しましたけどね。こういうあの濡れた表現とかも結構ね、ちょっとこう技術が上がったことでできるようになったんで。あ、すまん。モンスター怒ってるんで、この上のエリアまでまた連れて行きましょうか。はいよ。じゃあちょっと。上。はい。上行くぞ。僕についてきてください。上。はい、行こう。上ですよ。麻痺ね、ほら。いや、
これね、マヒやめてください、マヒやめてください。誰何してんのまたやるよ。誰プレイヤーもかかるんだよ ね、これ気をつけてください。これあのチャレくれちゃうからやばいやばい。おわんばいよ。はい、上がり上行きます。はいはい、はい、行きますよ。さあちょっとこれ本気で選んだらまずいね。そうですよ、はい、こっちまで行きますよ。ちょっとまずいね。およいしょ。おジャグラスもいるな。こっち来るかな。なんじゃない。お、来ましたね。出る、これが出る。アンナもね、壊しながらどんどん進んでいっちゃいますね。狩り狂ってますね、あいつね。ここ弾けくるみもありますし、下の罠もありますんで、今度狙っていきましょう。おー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 きた。おーナイス。何やった？機関榴弾ですね。やばいぞ、ボン。やばいぞ。おった、やばいぞ。スタの罠がありますよ。使って。痛いな。モンスターの大きな攻撃。来た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 。今のうちに畳みかけましょう。かかったー。俺たちの新技です。僕もぶっ飛びましたけど。まだ、あ、弱ってる。これはチャンスかも。爆弾何個ある？もう僕はないです。これ1個。1個。おそらく巣に帰って休むつもりです。これをまた。まあこういうね、いろんなものをね、利用しながらこのマルチでこの楽しい、あの今までのね、あのやっぱりモンスターハンターの楽しみっていうのはしっかり、はい、あのできるようになってますんでね。はい、さあ。ちょっと意外とね、結構ね、あれなんですね。これいつもの感じで弱ってきたら、ちゃんと寝床に行きます。行きますね。爆弾1個だけある。爆弾行こうか。これお願いしますよ。癒しの円筒誰かありがとう。頼む。あんまりもう時間ないぞこれ。ですねこれ。本気で時間ないぞ。これは本番ですからね。よっ、お、どうした。これやばいぞ。これやばいぞ。よいしょ。うわ、結構。これやばいぞ。結構。これあのこのね、お見せするようにですね、特別なこれ制限時間になっておりますので、結構ギリなんですね、これね。ギリなんですね。ちょっと置くよ。よいしょ。よいしょ。はい。特段、起爆ダウンだ。起爆だ。お願いします。移動の装備は、受けるダメージを減少させ、お願いします。ダメージのリアクションも小さくなります。いった。ゴーゴー。行ってください。ゴーゴー。誰だ？ボーガン。ボーガン、お願いします。頼む。よいしょ。オッケー。いけ。これアンジェルなんか隙を見せてたら隣にいるジャグラスたちが攻撃仕掛けていましたね。こういう大型、そうですね、そういうモンスターでも隙を見せれば小型に繋がられると思います。よっしゃ、尻尾切れてる。尻尾切りました。尻尾切ったって俺じゃないけど僕ですね。わお、僕だ、終わらせて。来てますよ。今不動の装備僕着てます。なのでモンスターの攻撃でもひるまなくなってます。あっ、こちらの方いけいけ、まだいける。うわ、やばい。なんで俺ばっかり来んねん。生命の粉塵を使って助けましょう。危ない、危ないよ。うわ、やばい、粉塵、やばい、やばい、ちょっと俺やばい。あー、サンキュちょっと無理かもな。いや、遊撃弾、いや、遊撃弾使え。いけ、いけ。あ、おった。おー、いった。よかった。いけた。あぶねー。だいぶ地味な。あぶねー。地味フィニッシュ。素材剥ぎ取りましょう。はい。はい。このようにですね、ちゃんとやっぱモンスターハンターですので、クリアした後の剥ぎ取りっていうのもございまして、このような素材を使ってですね、武器防具っていうのを強化していただくっていうゲームサイクルのところは変わっておりません。うん、で、はい、もちろんこれクリア後にですね、また報酬ももらえますので、その画面だけじゃあ一回見てもらって、はい、終了とさせてもらいましょうか。僕、ね、チタンのボタンですね。こんな感じで。はい。イベントっぽいものが出てますけど、はい、じゃあここで終了になります。はい、実機の終わりでございます。はい、はい、
いやー、よかった。よかった。来ましたね。はい。じゃあ、どうぞ前に、はい。せっかくなんで、